2018年4月1日5時2分特集、亀田興毅8年前の世界戦で流血しながら今作レッグを攻める亀田、左。引退試合、で再び顔を合わせる、拡大、プロボクシングの元世界3階級王者。亀田興毅氏、31、が約2年7ヶ月ぶりに現役復帰することが31日、分かった。1試合限定の復帰で、5月5日に東京、後楽園ホールで、元 WBC 世界フライ級、王者のポンサクレッグ・ウォン・ジョンカム氏、40、イコール対イコールと対戦する。亀田氏は1月に、やり残したことがある、と現役復帰を表明。やりたい相手が2人いる、と話していた。その1人がポンサクレッグ氏、2010年3月の WBC 世界フライ級王座統一戦で、0-2の判定で負け、プロ初黒星を喫した因縁の相手だ。14年11月に引退したが、亀田陣営からのオファーに快諾。引退試合、の相手を務めることになった。亀田氏は15年10月、4階級制覇を目指して米シカゴで WBA 世界 S フライ級王者の河野光平に挑戦。0-3の判定で敗れ、直後に引退を表明していた。当時は日本ボクシングコミッション、JBC から事実上の資格剥奪処分を受け、国内のリングに立てなかった。すでに JBC とは和解しており、1試合限定とはいえ公式のリングに立つためにボクサーライセンスを申請している。今、あなたにおすすめ。